大久保ダムは、長野県駒金市と上稲郡宮田村との境、一級、河川、天竜川、水系天竜川に建設されたダム。大久保園庭とも言う。高さ3.488メートルの重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、大久保発電所に送水し、最大1500キロワットの電力を発生する。 1926年3月5日に発足した天竜川電力は第一次世界大戦後の電力不足を背景に天竜川の水資源を活用した水力発電所の開発を計画していた事業者らが合同で設立した電力会社である天竜川本流に9つの水力発電所を建設することが計画されまず最上流の大久保発電所の建設工事が 同年11月に着工。1927年9月に完成した。その後、矢作水力、日本発送電を経て、中部電力が継承。1966年には無人化されている。大久保発電所の目的は、後に着手する南向井発電所の建設工事に必要とする電力を確保することであった。当初は、現在の地点よりも下流に建設される。 計画であったが、地元地域への配慮から立地を変更し、それに伴って出力規模も縮小されている。取水先の大久保ダムは洪水発揮として3本のローリングゲートを採用。1森あたり高さ3.353メートル、幅26.192メートル、重さは72トンもあり、急な増水によりゲート上を水が溢れるようなことがあっても、簡単には決壊しない。 洪水予測が未熟な当時ならではの選定であった。低落差、大流量地点ということで、発電用水車は、電業車剣道機製作所製の横軸四輪単流路で、デッフタゴフランシス水車を採用。四輪のフランシス水車が連結され、長さは27メートルもあった。当時すでに低落差、大流量地点に特化した発電用水車として、 カプラン水車が開発されていたにもかかわらず、なぜあえて4輪のフランシス水車を採用したのか、詳しい経緯は不明である。完成当初は4輪すべての水車をフル稼働させていたが、後に効率化のため活水器は2輪だけを使って発電するといったことが行われている。はじめは4輪2輪の切り替えを手動で行っていたが、1980年に自動化された。 発電機は芝浦製作所製の参照交流動機発電機を採用。軸で水車に直結され、136.4ミニッツマイナス1ないし163.6ミニッツマイナス1で回転する。44もの実極を有し、直径は4メートル、重さは25トンもあった。こうした低落差地点では水車発電機の大型化は避けられず、不経済だった。 1945年と1956年には主軸が折れるトラブルが発生したほか、1966年から1980年にかけてはゴミの流入が多いことから4和12輪を外しての運転を余儀なくされた。1997年、水車発電機を一新。これまで直結されていた水車と発電機との間には増速機が設けられ、 水車の回転速度125ミニッツマイナス1を720ミニッツマイナス1に増速して発電機に動力伝達する。これにより新しい発電機は直径1.5メートル、重さ1.3トンと大幅な小型化、低コスト化を果たした。なお、退役した古い水車発電機は駒金市にある駒金高原美術館に屋外展示、保存された。 宮田村中心市街地から東に進み、下手段級を降りると天竜川である。大久保ダムがある場所は、稲峡と呼ばれる名称で、大久保ダムの右岸から上流に向かって、天竜川に沿って遊歩道が整備されている。また、大久保ダムの上流に架か,かる吊り橋、北の白橋の上からは、稲峡を一望することができる。紀岩と大松とが調和した景観が、稲峡の特徴である。 2002年10月16日の13時5分から13時11分にかけて大久保ダムの洪水破棄が誤作動しダムに蓄えた水が放流されるという異常事態が発生した異常発生前は2号ゲートを 9cm 開けて毎秒12.5立方メートルの水を放流していたが異常発生後は2号ゲートが 25cm 閉じていた3号ゲートが 10cm まで それぞれ開いてしまい、放流量が毎秒47.7立方メートルに増加した。緊急停止措置が取られたものの、再び3号ゲートが動き出し、結局3号ゲートは14センチメートルまで開いてしまい、放流量は毎秒52.4立方メートルにまで増加した。13時11分にゲートの位置を異常発生前の状態まで復帰するまで、 ダムに蓄えられていた約9000立方メートルもの水が放流されてしまった。その後、パトロールを実施し、幸いにも被害が出ていないことが確認された。当日は、南向井ダム管理所で点検作業が行われており、その一環でダムを制御するコンピュータを切り替えた際、異常が発生した。問題のコンピュータは8月に点検を行ったが、この時の作業の不手際が、 今回の異常の原因であると特定された。これを受け、中部電力は本店内に対策本部を設置。国土交通省をはじめとする関係機関との調査委員会の中で今回の異常事態の原因を究明するとともに、検討した再発防止策の実行を図った。大久保発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。